はいどうも浮志です、UC5 続きやっていきたいと思います。キャリアモードですね、現在ですねランキングは1位ということで、チャンピオンからね、一戦負けてしまって、そこからですね這い上がって、2戦ですね、復帰戦から戦って、今再びランキング1位というところに来ております。まあ、あと何戦か、まあ、勝ち続ければまた再び、タイトルに手が届くんじゃないかなというところですね。まあ一度負けてからまたドラマがあるというふうな感じですかね、今22勝1敗というふうな感じになっております。もうこの選手になんとかリベンジしたいというのが今のね、ちょっと一つのモチベーションになってるかなというふうに思いますけどね、また頑張っていきたいと思います。ということで、今回はですね対戦相手なんですけれども、以前ね戦いましたねギガ近瀬選手ですね、ということで、まずはね、こちらにしっかりね勝利して、そしてタイトルに向かって、戦っていきたいなというふうに思います。まあできればまあタイトル前にねライバルとの、まあ、決着をつけたいところあるんですけども、まあタイトル取ってからもですね戦う機会はあるかなと思うんで、まずはねチャンピオンに返り咲くというところを最速でね頑張っていきたいと思います。ということで試合受けていきましょう。はい、で6週間ありますね、新しい技も覚えれるんじゃないかなと思います。しっかりね鍛えてやっていきたいと思います。まあ、やっぱりちょっとパワー不足っていうのがこの間かなりですね、まあ、個人的にはちょっとあるのかなというふうに思ってます。なので、まあ、パンチ力、キック力この辺りもですねちょっとずつ上げていきたいなというふうには思ってますんでね、ぜひちょっとトレーニングしっかりして、試合に向かっていきたいと思います。はい、ということで、6週間ですね、試合に向けてキャンプを終えてきました。まあ、かなりですね、今回もいい練習ができたんじゃないかなと思います。フィットネスやっぱピークにねしっかり持ってきてるというところと注目度も高いですし、やっぱり6週間あるとですね、かなり良かったですね、充実した、練習ができたなというふうな感じですね。あとはですね、まあ、注目度はもう事前からまあ結構高かったので、まあ、それだけ復帰戦からね、まあ、派手な KO で勝って、まあ、注目されてきてるのかなというような感じですね。まあ、あとはこのまま連勝してなんとかタイトルに向かっていきたいと思います。ということで早速試合に進んでいきたいと思います。いや、やっぱりねちょっと難易度上げてからかなりこう勝負がギリギリになって面白いですね。まあでも実際ね油断して1回負けてますからね本当に今回も分かんないですよ本当。まあ勝つか負けるか分かんないって勝負になってきてますね。まあ、ただ僕自身の操作感とか、まあ、そういう風なプレイスキルもちょっとずつ上がってきてると思いますし、あとはまあウキシーアレン自体も主人公自体もですね、まあ能力が結構上がってきてると思うので、まあ最初ほどね一気に上がってきてないですけど、まあじわじわですね、まあかなり能力値的に上がってきてるんで、まあそのあたりね実力見せていきたいと思います。ということでギガ近瀬選手は2回目の勝負ですね。でかいねやっぱりね。さあまずはインドから軽く蹴っていく。ローキックですね。おい肘、そういいですよ。 OK、 そうおいナイスロー、おいナイスボディ。おっと、さあカットしていく。はい、ナイスミドル。はい、ミドル。そう。そう。おい。さあボディ、さあ相手は顔面への意識が高いですね。おい、そう、おい、このインローがねじわじわ効いてくるんですよ。そう、かける選手しかり、このインローをねとにかく蹴って相手にやっぱ
顔面への意識をね引かせることが大事ですね。ハイロー、ハイロー、おい、おい、おい、ほっ、おい、そう、おい、おい、そう、パウンドアウトしましょう。おいっす、まだ早いか。さあどうする？オーケー。そう。はい、前蹴り？そう。おいそう、オッケー、さすがにいけるでしょ。おいおい、オッケー、強い、強くなってきてる。圧倒的にスタンドの技術が上がってきてると思います。ナイスカウンターでしたね。で最後はパウンドアウトでしたね。実はこれ左のアッパーからオーバーハンドなんですけど、このコンビネーション結構好きなんですよね。最後は仕留めに行きましたね。まあでもやっぱりターゲットはね、とにかく私がやっぱり負けた相手リベンジに向けてですね、やっぱり頑張っていきたいなというふうに思いますね。まあでももうタイトルにこれでかなり近づいたんじゃないですかね。まあ勝ち方も申し分なしというふうな感じじゃないでしょうか。いやー、よかった、無事怪我もなく、しっかりですね、勝ち切ったっていうような感じですね。いや緊張しますねやっぱね。でもね結構ね、ちょっと難易度も上がってきてるんで、史上最強への道も、まあ、KO 数もねかなり上がってきてますね。フィニッシュいいですね。有志試合数、勝利数、キャッシュとかね、この辺は全然ですよね。はい、あと寝技もねまだまだ全然なんでね、その辺も鍛えていきたいですよね。はい、ということで、さあ次はタイトルに再び挑戦できるんじゃないですか。いよいよ、おー、アイテムゲット。いやとにかくね、もうフェザー級をねもう一回ちょっとね取り返さないと。あ、でもランキング2位になってる、またあんまりピンとこなかった。あー、オッケー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 。まあどうなんでしょうね、23勝1敗ですけど、さあどうでしょうか。対戦方は見てみましょう。来い、おー、ついにチャンピオンじゃないけどチャンピオンが来た。タイトルマッチよりも燃えるカードが来ましたね。いやでも下手にね、やっぱあのフェザー級のタイトル取ってそのまま2階級とか制覇しちゃうと、対戦したかった選手と対戦できないっていうところもありましたから、まあこれもまた運命なのかなというふうに思いますね。来ましたね、ボルカノ選手。いやーよかった、ここで戦えるとは。当然ここに勝ち切れば上に行けるっていう風なことだと思うんですよね。いや楽しみだな次。さあ現在ランキングは2位ということで、あらライバルが1個下がってる。まあでも絶対どっかで当たるでしょう、次の試合もしくは、まあ僕がタイトルを取ればまたね、戦う機会があるんじゃないかなと思いますけどね。さあ
ということで、まあちょっと早く続きが僕も見たいしやりたいんですけど、一旦ですね、今日はここまでにしたいなというふうに思っております。また引き続きですね、フェザー級のチャンピオンを目指して、やっていくというところと、まあその後にはですね、もしかしたら、2階級制覇とかいうこともあるかもしれないです。まあもちろんね、当然それまでに負ける可能性もありますし、まあそのあたりはね、現実的にやっぱりね、受け止めてやっていきたいなと思いますけど、まあとにかく次の試合絶対負けられないというような感じですね。頑張っていきたいと思います。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。